再開いたします。休憩前に引き続き一般質問を行います。4番深澤拓海議員の発言を許します。はい、行こう。4番深澤拓海議員。はい、質問を始めます。はじめに大谷アート村の運営について今日はお尋ねいたします。県立八日高校の大谷校、2年前に廃校になった高校の跡地を利用してこの4月に大谷アート村拠点施設が仮オープンいたします。計画書によりますと土地が1万5000平米、校舎体育館3200平米の跡地を2年間で7870万円の事業費を使う大きなものになっております。学校全体をプロの芸術作家の作品展示、創作部屋、市民向けの教室、子どもの工作室など、元の高校をそのままそっくり芸術村にして運営するということになっております。跡地の利用につきましては市長は平成22年の3月に利用検討委員会を設けられ、当時の大谷の代表区長さん、木彫の作家さん、あるいは同窓会の会長さん、地域の女性の方から意見を報告を受けておられます。市内にある数少ない県立の施設です。特に昭和24年から61年間この地域の最高学部として3000名を超える卒業生を送り出したこの学校がこのような文化的な形で後を引き継ぐということにつきましては同窓生のみならず地域の皆さんが感慨を持って見守っておられます。今回施設の事業目的は、アート、芸術のまちづくりを進め、観光交流人口の増大と地域経済の拡大を図り、元気な藪市を目指すとされております。市の代表的な交流施設となることが期待されております。まず最初に、この施設についての基本的なお考え、市長のかける思い、これからの展望について、基本的な点をお尋ねいたします。広瀬市長。4番議員深澤議員のご質問にお答えいたしたいと思います。県立大谷校が閉校になりましてから2年経つわけでございます。本当にお話あります、数少ない県立施設で地域の中心的な存在であったわけでございますが、これらが諸般の事情により閉校になったと、地域にとってはとてもつらいことでありますし寂しいことである、八尾市にとっても大きな痛手であるということでございます。しかし学校としての役目は終えたわけでございますが、やはり先ほどありますように昭和24年から多くの卒業生を送り出してきた思い出深い校舎でもありますし施設でもありますし、また地域の方々も長く愛してこられた拠点施設であるということを鑑みまして、この校舎をうまく活用して地域の活性化のために役立たせることはできないかと考え、そういう中で市民の皆さん方とご協議する中で、大谷には非常に多くのそして多様な多彩な芸術家の皆さん方がおられて、そして木彫フォークアートを中心に、大きな活動の輪が広がってきているということでございますので、そういう方向で活用することによって地域の活性化に役立たせることができないかというようなことで、アート村構想の拠点施設として施設整備をしようということにしたわけでございます。表現の方もこれらの我々の考えに非常に関心を示してくれる中で、
施設の譲渡等ということも快くしてくれているということでございます。平成23年度、今年度から事業に着手しておりまして、そして平成24年度も仕上げの工事にかかっていくということでございます。今年度から、今年度の工事が終わりますと、来年の4月から一部許容開始をしていくということでございます。先ほど申し上げましたように、大谷地域にはいろんな多様な、そして多彩な芸術家の方々がおられますので、その方々を中心にそこで創作活動をしていただいたり、また多くの方もそこで創作を体験していただいたり、そしてまたそこで芸術家の皆さん方は収入を得て生活、たつきができるようなことをしていく、そういうことにしていきたいと思います。そのことが八尾市の交流人口を増やしていく、そして八尾市の活性化、大谷の活性化に資する、さらに、そこで芸術家の方が定住していただけることによりまして、定住人口の増にもなってくる、そしてまた特徴ある芸術、私はアートはですね、いろんな意味で、これは永遠、長くやはりこれは持続できるといいますか、継続できる、アートは永遠であろうと考えております。いろんな事業ですと、やはり歴史変遷によって伸びたり縮んだりと沈んだりというようなことがあるわけでございますが、アートは私はやはり多くの人に愛され普遍であると考えておりますので、そういう意味でアートを中心とした地域づくり、これは普遍の地域づくりをするということになろうかと考えておりますので、アートでの地域の活性化、このことを積極的に行っていきたいということでございます。そういう意味で私はこの大谷のアート村、芸術家村構想、これ何としてでも成功させることによりまして、八尾市の活性化を長く維持していきたいと考えているところでございます。特に今年度といいますか、23年度の工事を終えまして、24年度からは部分供用ということでスタートするわけでございますが、最終的にはやはり公の施設ということで、指定管理制度等どなたかに管理を委託、専門的に経営を維持管理、経営ができるようにしていきたいとは考えておりますが、まずは暫定供用ということでございますので、24年度はとりあえず直営でもって経営していきたい、維持管理運営をしていきたいと考えているところでございます。またこの11月には北近畿豊岡自動車道が開通するわけでございます。多くの方がやはり八尾市を訪れていただくことになるわけでございますが、この北近畿豊岡自動車道の開通効果を、私はインターチェンジ周辺、それから北近道路周辺のみに利益を得るのではなく、市内全域にやはりこの効果を享受していく、そういうような仕組みづくりの一つとも考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以上でございます。4番、深澤拓美議員。遡ってちょっと調べてみたんですが、平成11年に旧大谷町の議会で先輩議員が一般質問されておりまして、テーマは芸術家の村の改村をという質問をされております。で、当時の町長がこのことを受けまして、町の、今でいう総合計画第4次の振興計画に旧町で最後の分野だと思いますけど、その方向性を示されております。今回それが実現するという流れになっております。大きな期待の反面、今後施設運営につきましては、運営の見通しについて関係者の方から少し心配の声が上がっております。運営についてお尋ねいたします。昨年出された当局の運営に関する考え方では、先ほど市長言われましたように、この施設は八尾市が設置する施設であるがため、市が責任を持って運営、運営主体はここでいう大谷アート村協議会と株式会社大谷振興公社、愛公園ですね、俗に、
それと行政が共同して運営するというふうにされております。今年出た具体の運営案を見ましたら、1年間はまだ改修工事を実施するということで、公の施設として市の直営とし、25年度から指定管理するとされております。職員の方も最初の1年間は地域局長が施設長を兼ね、その下に臨時職員2名、週2回程度地域局の職員が応援に出かけるというふうになっております。で、具体に25年度には、指定管理に移行して、その共同の相手として、今いうアート村協議会という団体を挙げられております。2点お聞きいたします。まず仮オープンする4月からの24年度分の臨時職員、この方は確保ができたのかということと、施設に見合う職員は採用ができたのかという点であります。2点目に、今回、運営の主体がこのアート村協議会ということに、共同の相手として絞られておるんですが、私、この協議会の、規約や、それからできた当時のチラシを見てみましたら、地域の中にこう芸術を生かしていこうとか、この場で、いろんな企画ができたらいいねというようなですね、アイデアとかそういったことを協議するような団体になっておりまして、その点で、組織の性格上、このような収支を伴う事業の運営を引き受けることは、少し慎重にすべきじゃないかという関係者の方もおられます。職員の確保の件それから協議会の会の性格についてですね、その点についてお伺いをいたします。広瀬市長。24年度はまあ直営で、なんとかやる、それで、施設整備がすべて終わりましたら、先ほど言いましたように指定管理移行するということでございます。24年度の今年度の、そこを実質管理してくれる職員体制についてどうかという、このことについては後ほどまた部長の方からお答えさせていただきたいと思います。一つご心配にされておる方々、アート村協議会の方々だろうのお話だろうと思うわけですが、25年度以降、指定管理になったときに、アート村協議会の皆さん方の体制の中で、収支を伴うような、いわゆる営業を伴うようなことが自分たちにできるのかどうかというご心配が多分根底にあるのではないかなと考えているところでございます。ご心配のところ、全くその通りだろうと思います。今のようなアート村協議会の中の体質の中では、実質的な営業運営は私は無理だろうと考えております。これは当然なことでございます。ただ、アート村協議会を中心として、やはり管理運営主体、これは共同ということになろうかと思いますが、やはりこれは汗を流していただかなくてはいけないということでございます。そのために、アート村協議会というような任意の団体ではなしに、やはり責任持てるような法人格、これが NPO になるのか何か分かりません、そういうものに、設立といいますか、そういう方向に、発展していただくということが第一と、またそういう中で経営の専門的な方、運営ができるような方もちゃんと確保していただくということが必要だろうと思います。行政としましては、その体制づくりにつきましては、十分われわれは支援をしていく、そういう思いでございますので、心配されるところはもっともでございましょうが、この1年間のいわゆる直営での間の運営状況等を見ながら、われわれも指定管理者、受け皿、十分体制が整えるような格好になるように、形になるように、われわれも一緒にそれこそ協力しながら、受け皿作りをしていきたいと考えているところでございますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。詳細言い足りないところについては、部長の方からご説明申し上げます。小島政策管理部長。はい、議長。市長の方で基本的なことはすべてお話をいただきました。24年度につきましてはですね、地域局と新たに雇用いたします2名の臨時職員、
この体制でとりあえずスタートを切りたいというふうに考えておりますが、とてもですね、あれだけの施設でございます。すべての業務を担えるわけでございませんので、24年度につきましてはですね、アート村協議会の方でボランティアでいろんな部分を担っていくというふうな話になっております。特にまあ今経営、福田議員の方で大変心配されております経営の面でございます。今大谷地域局並びにですね、アート村協議会の方にはこういった集客施設の経営が分かる人材がございません。ということでこの部分についてはですね、非常に市内にも人材が乏しいわけでございますが、2人ほどですね、経営面でいろんなご指導をいただける方をですね、物色しておりまして、全面的な協力したいという約束を今取り付けているところでございます。そういうことをしながらですね、1年間なんとか地域局、それからアート村協議会のボランティア、そうやってこの、スタッフ等がですね、やはりこう一体になって、とにかくあらゆる可能性をですね、チャレンジする中で、いろんな問題点も一方では、把握し、それを解決する中でですね、なんとか25年度の指定管理につなげていきたいというふうには考えているところでございます。よろしくお願いします。4番、深澤匠議員。冒頭あった市長の言葉、あるいは今の具体的な今後の1年間で、そういう基礎をしっかり作っていく。それからとこの施設は地域にとって今後不変の大切なものにしていくという、そういう大きな回答で言いますかね、そういうお考えというのはよく分かりました。ただ今回この際ですが、ずっとこの設立の計画案その他を少し見させていただきましたら、昨日もいろいろありましたですけど、やはりこういう地域施設、意義は当然どこもあるんですが、その間に経営していく難しさっていうのが当然発生しておるわけです。具体に収益性の高い、温泉施設でもそうですし、収益性の低いようなものでも、旧町時代からあるような施設について、今、地元の方では大変経営にご苦労されておる、そういうことを踏まえまして、この例をとってあれなんですけど、少しこの収支計画案等についてですね、確認もさせていただきたいというふうに思っております。この計画案、ちょっと読んどりましたら、今言われたように、もう来年からはそういう形にして、特に言葉として、やっぱり独立採算を目指すという文が入っとるんですね。24年度は市の直営とするが、来年度からは指定管理による独立採算を目指すと。独立財産というのは、その部門が独立して、収益を確保して、維持して、赤字にならないような経営責任をしっかり担っていくということだと思うんですが、先ほど言いましたように、今後、そういう法人化も含めて、受け皿の組織をこう共同していく場合、ここの点の確認をですね、しっかり共通認識をしっかりしていただいておかなければ、なかなかその点において、収支が出るものについては、黒字赤字という問題が必ず出てきますので、その辺の取り組みの点の方をですね、確認をしていきたいというふうに思っております。ただ一点、この気になるのが、この当局が作った計画案を見ましたらですね、これは折檻条例付託されとった委員会でも出ておりましたですけど、年間の利用目標が、利用者の目標が3万人、それから有料入場者数が1万8000人。入場料が300円で、その他いろいろ合計で最初の案で615万円の年間の収入を得なければその維持がペイにならないというようなことが書かれておりまして、これが24年度から目指すということで、すぐにはということではないとは思うんですが、やっぱり民間会社で見ましたらですね、新規事業で1年目から収支増額をこう目指すというその意気込みは分かるんですけど、相当良い条件、環境がなければですね、こういう計画を立てるということにつきましてはですね、相当良い条件を当てにしとるんじゃないかとか、あるいは売上の基本である入場料の単価が300円という大変
低い金額ですので、相当大きな集客手法をですね、もう準備してなければ、なかなかこういう計画は少し重荷になるよという指摘を端的にされるやっぱり経営者もおられるわけですね。で、当然、あれですよ、私も最初からこういう新しくやることですので、初めから悲観的な考えを持つ必要は全くなくてですね、やっぱりいいところをよくよく見ていこうという考えには、その通りなんですが、特にこういう入場者の目標をですね、年間3万、有料1万8千というですね、そういうことを収支の根拠にされた、その根拠ですね、収支試算に用いられた根拠ですね、その根拠をもしあればですね、説明していただけませんでしょうか。広瀬市長。経営の難しさ、これは全くおっしゃる通りでございます。民間企業でも事業を起こして当初年度からですね、投資に対して見合う収益、黒字になる、なかなか非常に難しいことでございまして、投資をして、何年間かやって、営業努力をして、お客を増やして、収益を増やして、売り上げを増やして、そして黒字になっていく、そして、少し何年か経って、投資を取り戻すと、それが企業活動であろうと考えております。残念なことに公の場合はなかなかそういうことが許していただけませんので、当初年度から頑張って、売上とそれ収入と支出をバランスよく出させていただく、まあ、これが、よく言われているところの公のいわゆる収支計画の甘さであるというところ、いつもご指摘を受けるところでございます。我々もそういうところを十分理解しながら、今回の計画を立っているところでございます。今回こういう代表象徴的なものが2施設スタートいたしております。波佐間寺の里山の森公園も全く一緒でございます。ただ我々与えられた使命として、なかなか赤字になりますから、公費を一般投入してくださいとなかなか言えないものですから、当初年度から頑張ってやりますということで計画を立てているところでございます。できるだけそういう方向で目指していきたいというところでございますが、非常に厳しい状況であるということは事実でございます。独立採算を目指して努力するということをして、そのために1年間、直営を行いまして、少し、状況を見させていただくということになろうかと思いますので、収支の分につきましてはですね、計画はそういうことでございますが、1年間、少し温かい目で見ていただけたらと考えているところでございます。根拠等につきましては、部長の方からご説明申し上げます。小島政策管理部長。以上。はい。この件につきましてはですね、担い手でありますアート村協議会、それからアート村拠点施設経営戦略会議というのはまた別に設けておりまして、ここにはですね、旅行代理店の社長等入っていただいて、検討を進めてまいりました。その中で入館者の予想につきましてはですね、田島の入り込み客数、阪神間からの行程、これから北近畿豊岡自動車道の氷ノ山豊岡インター等 の開通効果、それから田島内のですね、類似施設の入館料の調査、それから田島の内での立地を等ですね、考慮いたしまして、おおむね5年間の入館、年間入場者数をですね、一応その中では一応7万人ととりあえず、想定をさせていただいております。ところがかなりハードルが高いのでですね、当面の分として一応3万人というのを設定をさせていただいたところでございます。で、24年度につきましては、先ほど市長が申しましたように、まだ施設が完成をいたしておりませんので、年間入館者数をですね、一応5000人。以上というふうに設定をさせていただいて、直営ということで運営をさせていただきます。それから、25年度につきましてはですね、1万8000人以上ということを目標にさせていただいているところでございます。で、3年後にはですね、なんとか、3万人をですね、なんとか目指したいというふうな、これはあくまでも目標でございます。努力目標としてそういった、数字目標を設定させていただいておるところでございます。
で平成25年度の収支計画案でございます。まあ、これはまだ今年2年かかってさらにこう煮詰めてまいらねばなりませんが、今の検討段階ではですね、メイン展示場、いわゆる大型の木彫を展示するあの体幹部分でございますが、これの観覧料を一応あの540万円程度、それから貸しアトリエ、創作室、研修室の使用料等83万5000円、かなりこれ低めに見積もっております。というかワークショップおよび販売の手数料等で93万円程度で、合計716万5000円ということで、とりあえず今見込んでいるところでございます。私としましてはですね、やはりこうなんとか努力することによって、北京の開通効果等もございますので、また市内の旅行業、市内のですね、観光事業者、あるいは田島内の旅館等との提携を進める中で、なんとか1000万円の大台に乗せたいなというふうな思いであります。これはあくまでも目標でございまして、そのハードルはかなり高いということは十分承知いたしているところでございます。以上でございます。4番深澤匠議員。目標を、高く掲げて行うことに全く同感なんですが、少し趣旨は違うんですけど、全国の公立の美術館の収益率っていうのが ありまして、運営経費にかける入場料収入ですね、主に販売そういうものの比率は平均したら 18.7% という数字が出ておりまして、収益率が 10% に満たない施設が3割以上あると。もちろん今回の施設は公立の美術館でも何でもありませんので、全く同じように捉えることにはなりませんですが、やはり今言ったように基本的に単価が非常に安い施設ですんで、まあ、言ってみればもう公共的な、その利用ぐらいの施設ですので、そこであまりですね、この大きな収支見積もりをした場合、現実のそのとこの開きが出たときにですね、埋め難いものがこれ出てくるんですね。で特に今やりましたように何かの娯楽施設とか、あるいはそういう企業努力が何かの節約したり、企業努力が実ったりするようなことでしたら、そういうことは埋めていけれるということなんですが、対象が何分今言いましたそういうことですんで、この辺のところのですね、現実感覚というのをですね、例えば年間3万人って言いましたら、昨日ですか、おとといですか、報告ありましたけど、国際スキー場の今年の入場者が1万9000、2万人ぐらいで、見ましたら、6、7年前、ちょうど矢後市が合併した頃にちょうど3万人越しとったというね、まあ、もちろん内容違いますからあれですけど、人数的には相当な数になるんですね。300日営業したとしても、毎日100人ずつ来場者が来られるということになったら、普通のこういう集客のあれで言ったら、日曜日なんかはもう400人、500人、毎週来とかないと、この数字には達しないっていうようなことなんで、この辺のところですね、もう今一度、先ほどアドバイザーとかですね、そういう方もおられるということなんで、そういう経営的な認識について、今一度ですね、慎重にですね、ことをですね、進めていきたい、いただきたいということと、次にもう一つ、運営スタッフについて、私はやっぱりこういう施設ですので、こういう施設にはその対象にかける情熱、あるいは才覚、まあ、もう一つ言えば経営感覚、そういったスタッフが必ずいると、もう成功のポイントは、こういうスタッフがおるかどうか、これにかかっとると言っても過言じゃないように思っているんです。で、1年間は先ほどね、臨時職員さんとかを採用して使うということなんですが、この先ですね、これはすぐにというわけにはいかんと思いますけど、しっかりある程度、そういう生活ができ、そういう自分の情熱をですね、こういう施設にかけてくれるようなですね、こういう人材をですね、やっぱり育成、おらなかったら発掘、そういったことをですね、ぜひすべきだというふうに思っているんですが、このスタッフの件について、今で言いましたら、どうも臨時的な扱いの方しかなかなか見込みがないということと、まあ、財源の問題がありますんで、緊急雇用のそういう基金からの派遣社員程度を想定されておるみたいですが、
この辺のところについてですね、認識の方ですね、ありましたら示していただけますでしょうか。広瀬市長。やはり収益施設ということで、やはり今後、先ほどお話し出ておりますように、将来的にはやはり独立採算を目指すということになってきます。そうしますと、まず、経営感覚といいますか、経営力のある人間が必要になってくるということでございます。それに人材を、どこかからヘッドハンティングするのか、スカウトするのか、もしくは地域で育てるのかということになろうかと思いますが、そういう人間がまず第一に必要であるということであります。それと、もう一つ、これもご質問にありますように、その芸術に対する情熱であるとか、アート村に対する熱い思いである、そういうことがやはり興味を持ってそこでやってみたいと思われる方が必要であろうと思います。特にその中で私は一番大切なのはやはり地域に対する誇り、思い、それらを持った上でなおかつこの芸術が好きであるという方でないとなかなか無理だろうと思っておりますので、非常に地域に対する思い、それから芸術に対する理解、それになおかつ経営感覚、非常に素晴らしい人間を獲得しなくてはいけないなるということになろうかと思いますが、これはいろんな手法を使いながら、要請するのか確保するのか、全力を尽くしてやっていきたいと思っております。いずれにしてもそういう人間が必要であるということは我々もよく理解いたしておりますので、獲得といいますか向けて努力いたします。4番深澤拓実議員。先ほど地元でも期待があるという冒頭言いましたけれど、肝心の事業収入についてですね、こういうことをしたらいいんじゃないだろうかとか、そういうようなこともね、ポツポツ声も出てきてますんで、そういうことも含めましてですね、少し今言いましたように時間をかける中ですね、やっていただきたいということと、最後になりますけど、ちょうど市長が就任された平成20年の末にですね、市の事務事業評価という市民評価が出ておりまして、その折、この地にある木彫関係のこういった事業についてはですね、もちろん理由はあるんですよ、理由はありますけど、いろいろな理由を持って縮小すべき、あるいは廃止すべき、統合すべきという市民委員会の意見が出て、市長に答申されております。その折、広瀬市長は、その評価を一歩立ち止まって、保留する、あるいは少し見直すという判断、総合判断を下されたことが、今日のこの事業展開につながっているということで、私はこの4年間の流れを認めましたらですね、そこがキーポイントだったんじゃないかなというふうに思っております。冒頭ありましたように、市長の強いリーダーシップで推進されようとする事業です。今回の施設は、この地元の地域だけのみならず、養父市全体の地域の誇りを守っていくんだという象徴的な施設にしていかなければならないというふうにも思っております。市内の地域資源全体の振興を見定めながら、あるいは先ほど言いましたように収支計画を今一度慎重に立て、人材の獲得も含めてせめて4年5年のスパンといいますかですね、市政の単位でことを慎重に小さい枠から大きい枠に広げる、あるいは市民参画はもっと幅広く求めると、そういった視点でぜひ行っていただきたいと思います。最後にこの項目の最後に市長、お願いいたします。広瀬市長。八尾市、非常に財政状況が厳しいという中で、これ、いつも市民の皆さんに感謝申し上げているところでございますが、市といたしましては、すべての事業について、事務事業評価と行政改革を行う中で、市の財政の健全化を求めてまいりました。今も厳しい状況には変わりございませんが、やはりこの間、市民の皆さん方、ご協力をいただいたり、痛みを分かち合っていただく中で、危機的な状況を出しているということでございます。平成18、19、20、その頃はやはり最も行政改革、市が厳しく行った頃でございます。その時点では、
市が抱えておりましたすべての事務事業についてゼロベースで評価を行ったということでございます。今までその行っていた事業が評価があったのか得られたのか得られてなかったかということを別にしてすべての事業について洗い直しを行ったということで、チェロのコンサートコンクールにしてもこの木彫フォークアートにしても、市を代表する事業でありましたが、評価をさせていただいたと。そういう中で真摯に今後の在り方を検討した中での今の、木彫フォークアートになっているということでご理解いただきたいと思います。当時は非常に関係者の皆さん方にもご心配をおかけしたりしたこと、それは事実であろうかと思いますが、我々のやむを得ない立場で行ったということもご理解いただきたいということでございます。木彫フォークアート、すみません、芸術アート村構想、これは先ほど冒頭申し上げました、私はアートこれは普遍であろうと思っております。長く矢部市がこれから地域の活性化を図っていく上でアートを中心とした地域づくり、これは時代の波に左右されない普遍なものであろうと思っておりますので、アート村を木彫フォークアートを中心としたアート村構想、これをなんとか矢部市の活性化の起爆剤としてこれからも大きく発展させていきたいと考えているところでございます。行っている事業それぞれはみんな小さなことでございますが、小さなことを一つずつ成功させていってそれを膨らまかしていく、そのことが必要であろうと私は考えております。なかなか矢部市までやっていくことでですね、非常に成功体験が少なかったということで、これは職員も市民の皆さんもひょっとしたら自信を喪失している部分があるのではないかと私は考えております。小さなことでもいいからやはりこれは成功するまで続けて成功させていく、その意気込みでもって物事を行っているということでございます。このアート村もそうですし、それから先ほど申し上げました波佐茂寺の里山の森公園もそうですし、北金の開通効果のその利益を市内全域に享受させるための仕組みづくりの一環であるということを考えております。成功するまでなんとか小さな成功を膨らまかしていきたいと考えておりますので、どうかご理解のほどよろしくお願いいたしたいと思います。